フトシミフジクジラは、カラスザメ科に属するサメの一種。日本、台湾、インドネシアなどに分布する。100メートルより深い海に生息する。IUCN は、保全状況について、軽度懸念としている。1988年、学術史日本魚類学雑誌において、魚類学者、矢野和成が、エトマプテラススプレンディッドスの名で記載した。タイプ標本は、 沖縄県下古式島近辺水深210メートルから減られた24.7センチメートルのメス。ほぼ全身に発光器を持ち、特に腹部のものが強く光る。その様子が2011年に沖縄チュラ海水族館の研究チームが飼育していた個体を用いて観察された。同族多種との違いとして、粉炭から第一。 背びれトゲまでの長さがトゲからおひれ上腰部までの長さより明らかに短いこと、鱗は非常に小さくてトゲ状であり、体側面ではほとんど規則正しく配列しているが、頭部背面の真中い付近及び腹部では明瞭に配列していないこと、生きている個体の体色は上方部の反問、おひれの反紋は濃い藍色をしていること、腹肌上部の反紋が広方で幅が広いこと等で、 区別できる。眼球は発達していて、網膜神経節細胞は概ね網膜を横切るように分布している。体長は30センチメートルに達する。日本では高知県、沖縄で生息が確認されている。海外では台湾に生息が確認されており、インドネシアのジャワ島からも記録されている。他の多くのカラスザメ科のサメと同様に発酵器を持つ。 複足の発光器が他の部位の発光器よりも強く光ることから捕食者から身を守るために自身の影を消し姿をくらますカウンターイルミネーションの効果があると考えられる眼球の神経細胞がむね網膜を横切るように分布していることから捕食する生物のカウンターイルミネーションと太陽光を見分けるためだと考えられる深海に住むイカなどを捕食するとされる 体はとても小さく深海に住むことから人には害はない。IUCN は保全状況について情報不足としている。ありがとうございます。